くまき音楽チャンネルです。本日はこちらの曲やっていきます。リクエストいただきありがとうございます。ということで今回はカポを4につけてですねやっていきます。カポというのはこれのことです。4なので4フレットにつけているということです。これがなくてもできます。ただない場合はカラオケというマイナス4になってしまいますのでご注意ください。低くなるということですね。でですね、登場コードこういう風になってます。いつも通り初心者向けのコードのみとさせていただいております。まずはこういったコードでこの曲をやっていくのがいいんじゃないかなと思っております。で、右手の話をしていきます。まず一番最初のところアルペジオでやっておりました。どうやってたのかというと、まあ、簡単にしてるんですけど、はい、というパターンのアルペジオになります。はい、このアルペジオどうやってるのかというと、まず6弦で3、2、3って感じですね。はい、ここまで。そしてその後薬指で1弦を弾いてますになります。つまり、6、3、2、3、1、3、2、3、これで1セットですね。6、3、2、3、1、3、2、3、6、3、2、3、1、3、2、3になります。そしてそれをやった後に基本のストロークでやっているということです。じゃあ基本のストローク何なのかというとこれです。何かっていうとこれです。タンタンツカツカトンタンツカ、タンタンツカツカトンタンツカというストロークになります。これコードチェンジのタイミングはタンタンツカツ、その後ですカトンタンツカのところに次のコードに行ってます。タンタンツカツカトンタンツカ、タンタンツカツカトンタンツカ、タンタンツカツカトンタンツカという風になっておりますので、このコードチェンジのタイミングね、掴むまでは本当にゆっくりやってほしいです。タンタンツカツカトンタンツカっていうことになります。だからアップで変えてるよってことですね、うん、なのでね、左手との連携非常に最初は難しいと思いますので、ゆっくりやっていくのをおすすめします。あとはお手本弾きを見ながらですね、どういう風にやってるのかっていうのをご確認いただければなと思います。最初は本当に難しいと思いますので、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。 YouTube のスロー再生なんかをね、使うといいと思います。僕はオンラインレッスンというのもやってますので、興味ある方は連絡いただければなと思います。皆さんのギター上達心から応援しています。それでは最後にお手本弾きどうぞ。背中に手を振ってた。どうかこのままお願い振り返らないで。痛くて優しい最初の愛が受けない。 Oh my goodness か世代ほどフィットで届けられない。そんな臨終をラブ何度もあなたの お願いします。